2.01はソ連のブラン計画における3期目のスペースシャトル。シリアルナンバーは11回35計算。2.01はバイカルコにちなんでバイカルと名付けられる予定だったとされる。ブラン2.01、OK-2.01、OK、シャトル2.01などと呼ばれる。2.01の組み立てはブラン計画終了時には完成しておらず。 30から50%の段階で中止され現在も未完成のままである。2.01はブラン第2シリーズの一番機であり、第1と第2シリーズの主な違いはコックピットの位置である。ブランの飛行データとプチイチュカの組み立てからのフィードバックとして改良された。1989年の段階で2.01は1994年に 初の有人飛行のテストフライトを果たす計画だった。シャトルには生命維持装置と二つの射出座席が備え付けられ、乗員はイゴール・ボルクとアリクサンダー・アイワンチェンコの二名の宇宙飛行士からなる予定だった。組み立て工場に置かれた後、2006年に2.01がドイツのシンスハイム・オート・アンド・テクニック・ミュージアムに展示されると誤って報道された。しかし、 ドイツミュージアムは実際にシャトル試験機の大ーケーリを購入し実施設内のハンガーに2008年から展示している。現在はモスクワ州ジュコーフスキーにあるラーメンスコイエ空港に保管されている。ありがとうございます。